あら、カトレアはこっちの方がいいの？そうね、確かに悪くないかもしれないわ。これも一旦候補に入れておきましょうか。あとは、そうね、プロデューサーが好きそうなのは。なんだかとってもいい香りがするわね。ええ、香ばしい香りが車の中全体に広がっているもの。カトレアみたいに鼻をクンクンさせてしまったわ。そういうことね。あら、そうなの？千代子のおすすめなら、きっと間違いないわね。ありがとう。千代子らしいチョイスね。ええ、じゃあ早速、いただこうかしら。本当だわ。中にチョコレートが入ってる。変わった形のパンオーショコラね。限定だからかしら。2月だからでしょ。もうじきバレンタインだもの。気がつかなかったの？しっかり認識しておかないとね。あなたにだって関係のない行事ではないんだから。ええ、その通りよ。今は恋人同士に限らず、職場や友人同士でチョコレートを渡すことも多いし、渡すものもチョコレートには限らないものね。だからこそ何を渡すか迷ってしまうけれど。そうね、それが分かったら私自身何をあげたらいいか迷ったりしないかもしれないわね。あら、自分には関係がないって思っているの？まあでも、そうね。プロデューサーは受け取る準備をしていてくれたらいいわ。ええ、そうしたらきっと私の準備も無駄にはならないはずだから。そうなの？そんなことを言って当日になったら両手がチョコレートで塞がっていそうだけど。だけど少なくとも一つはもらえるんじゃないかしら。ええ、期待していてちょうだい。今とびっきりのものをリサーチしているところだから。どの雑誌もバレンタインの特集ね。この中からも何か良さそうな候補が見つかるかしら。あら、この漫画雑誌誰のかしら。ここでもバレンタインなのね。
プロデューサー。いいえ、違うのよ。ここにあったものを少し見せてもらっていたの。誰かが忘れていったのね。そうかもしれないわね。いえ、あまり内容は読めていないんだけど。でもこの漫画雑誌もバレンタインの特集みたいなの。そっちの女性誌もグルメ雑誌もバレンタインの特集だったし。ええ、私もバレンタインに贈るものの参考になればと思ったんだけど。あら、バレンタインチョコレートの渡し方ですって。他の雑誌ではあまり見ない特集ね。だけどどれも学校での渡し方みたい。あまり参考にならなさそうね。そうね。可愛らしいわね。そうね、ルールや校則は本来守るべきだけれど、一生懸命に込めた思いが伝わってほしいと思うのも本当よね。どうかしら。だけどここに書いてあるような呼び出して渡したい相手が大学にはいないから、私には使えなさそうね。ええ、もちろん友人たちには配るつもりだけど。そうね、もちろん翼プロのみんなにも。そう考えたらたくさん準備しないといけないわね。しっかり必要な数を洗い出さなくちゃね。あら、そうかしら。じゃあプロデューサーはどんな風に渡すの？それって相手は取引先じゃない。ええ、そうね。とっても大人の振る舞いだわ。あら、精肉店の。ええ、そうじゃないかしら。新商品って書いてあるし。そうね、チョコとコロッケ合うのかどうか。そうみたい。本当？それなら私も。
本当ね。コロッケというよりはチョコレートのお菓子って感じだけど。ええ、そうね。そうね。あそこで呼びかけてもらえてよかったわ。ねえ、私たちも負けていられないわ。重めのおやつもいただいてしまったし、今日はしっかりトレーニングしないと。プロデューサーも一緒にどうかしら？そんなに気に入ったの？そうね、そう考えたらもう一度くらい食べたい気もするわ。でも来月にはホワイトデー用の新メニューが出てるんじゃないかしら。そしたらまた一緒に買いに行きましょう。そうね、とっても気持ちがいいし、なんだか特別な感じがするわよね。それに誰と一緒かも重要かもしれないわ。こうやって美味しいものを一緒に分かち合える人がいるから、きっと余計に美味しいんだわ。この紙袋、何かしら？これ、チョコ入りマシュマロですって？へえ、こういうのもあるのね。そうね、どんな味なのかしら。いくつか駄菓子をいただいたことはあるけど、これはまだ挑戦していないわ。あら、私もいいの？それじゃあ、遠慮なくいただくわね。懐かしい味。プロデューサーはこれ食べたことがあるの？そうだったのね。なんとなくわかる気がするわ。それにこの駄菓子をカホが持ってきてくれた気持ちも多分含まれているから、余計にそう感じるのかもしれないわ。ええ、そうね、私もいただいたから何か返したいわ。受け取った時に温かい気持ちになるような素敵なものを。ええ、そうしましょう。何がいいかしら。ええ、そうね。
私もいただいたことカホにちゃんと伝えないと。え？あら、そんなことでいいならいつだって呼んでくれて構わないのに。この紙ぶ、ええ、とってもごちそうさまでした。それならよかったわ。大人二人でこんなに駄菓子を楽しめるなんて、なんだかおかしいわね。せっかく渡すなら期待を超えるようなものを渡したいじゃない。だけど変わり種も意外と好きみたいだし、多分高価であればいいってわけでもないと思うの。何より一番大切なのは気持ちがこもっているかってことよね。カトレアもそう思うでしょ。それからどうやって渡すかも考えなくちゃいけないわね。プロデューサー待ってたわ。あら、今日が何の日かまた忘れているわけじゃないわよね。私前に言ったじゃない、あなたにだって関係のない行事ではないんだからって。それならいいのよ。私に来たの、バレンタインのチョコレート。いいえ、謝らないでちょうだい。私がそうしたくて来たんだから。いいのよ、そろそろかしらって待っている時間も楽しかったから。あいにく漫画雑誌には載っていなかったじゃない、大人向けのバレンタインチョコレートの渡し方。だから私考えて車を飛ばしてきたの。きっとこの時間が一番あなたとゆっくり話せるんじゃないかと思って。受け取ってちょうだい、プロデューサー。それほど高価なものではないけれど、気持ちを込めて選んだものよ。きっと気に入ってくれると思うわ。それは私のセリフでしょ。先に言われてしまったわ。いつもありがとう、プロデューサー。それからこれからもずっとよろしくお願いします。そういう気持ちを送りたかったの。